これは先ほど宅急便で到着しました3トンのガレージジャッキです。楽天市場のガレージコレクションさんから買ったものですけども、交換品です。最初 のガレージジャッキは不良品だったので、クレームを入れるとすぐに交換品を送っていただきました。非常にいい対応でしたが、これからこの箱を開けて、確認していきたいと思います。その前に最初のガレージジャッキにもの問題点について動画がありますので見てください。どうぞ。ハンドルを最後まで締め込んだ後一回転戻してエア抜きをするとなってますが、どこまででも回りますね。止まりませんね。内側のあれは回ってますけども、それからこういうふうにオイル漏れが出てきてます。こんな感じで先ほどまでここでやってたんですけど、オイル漏れがしております。これちょっと不良品じゃないかな。これ右時計回りに回してますけども閉まらないですね。当然まあ上がらないですけど。それでは箱を開けていきます。取扱説明書とコーションラベルがありますね。箱から出します。箱から出しましたけども、ここに輸送中の対策のためにストッパーがついてます。これを外します。これ説明書だと足でこうこの部分を踏んでもう一人がこちら側を踏んで二人でやると書いてありますけど、これ手でできますね。こちらを足で踏んで手でこちらを押さえて簡単に取れます。ハンドルはこう2本の棒をつなぐようになってます。これでパチンとこう はめます。こちらにロックがありますので抜けないように締めておきます。これで抜けないですね。でこのカバーがちょっとありますので外しました。それでちょっと緊張するんですけど、これ右に回していってロックするんですけども、ハンドルを右へ回していって、最初のやつはこれでオイルが漏れてきたんですけども、回していきます。もうロックされてますね。今これ右へ最初回すんですけども、すでにロックされていましたので右に時計回りに回してですね、それで1回転戻して、これで10回ぐらいポンピングします。はい、これで10回ぐらいになりましたので、また右に回してロックして、これで上げていきます。1回目、3回、4回、5回、6回、7回。10回
回、7回でだいたい上まで上がりますけど、上まで上がった状態で2、3回これやっとくと完全にエアが抜けるそうですので、今やってますけど、はい、問題なさそうですね。あの最初の時はあの、これ右へ回していくとロックせずにいつまででも回り続けて、下にオイルが漏れたんですけど、これはオイル漏れも一応ない、出てないですね。それであの抜けるような感じはないですね。一応念のためあの、車をジャッキアップしてみます。これはあのレクサス RX ですけど、フロント側のジャッキアップポイントにあの、アームを かけてます。これであの、ジャッキアップしていきます。はい、あの車のアラームが作動しましたけども、一応上げることができました。このようにあのタイヤが浮くとこまで、このようにタイヤが浮くとこまでですね、こういうふうにあの上げることができました。この状態であの車が下がっていかないかどうか、ちょっと10分ぐらい様子見ます。はい、あの15分ぐらい経ちましたけども、最初に上げたときからここの高さ48センチで同じで変わってないですね。ですからあのかあの自然に下がっていくようなことは今のところはないですね。はい、あの問題なく使えることが分かりましたので、このコーションラベルを ここへ貼り付けます。はい、貼れました。これでこ あのガレージジャッキは使えるようになりましたので、この動画は終わりです。最後までご覧になっていただきありがとうございました。